もうすぐ先生の誕生日です。子供たちはお手伝いを早く済ませて内緒で準備を進めています。いつもお世話になっている先生、私たちの開くお誕生会でとびっきり喜んでほしいな。でもまだプレゼントが決まってないんです。何がいいかな。何か先生にぴったりな素敵なプレゼントは。じゃあダニエルはお水やりを済ませちゃってね。ポーリーは花壇の方よ。私はお料理のお手伝いをしてくるからね。その後で先生のお誕生日のプレゼントを決めるんだよね。そうよ。だからテキパキやっちゃいましょ。了解なの。わかったよ。さてと、あとはクラムだけど遅いわね。きっとまた道草食ってるのね。まったく、いつまで経っても子供なんだから。お料理手伝いますね。いいえ、大丈夫ですよ。ありがとう、マリー。いつもお手伝いやみんなの世話を任せてしまってごめんなさいね。え？ううん、気にしないでください。先生、私年長だし、これくらいどうってことはありませんから。クローゼお姉ちゃんだってオートで頑張ってるんだもん。私もしっかりしなくっちゃ。じゃあお部屋のお掃除してきますね。今朝またクラムが散らかしたから片付けておかないと。あ、マリー。あれ、なんだろう。ダニエルが鶏に水をかけちゃったのかな。私ちょっと見てきますね。ふう、忙しい忙しい。いつも手伝ってくれるのは嬉しいのだけれど、最近少し張り切りすぎではないかしら。あ、クラム、どうだった？ちゃんとお誕生日の飾り付け買ってきた？あ、クラムったら手ぶらじゃない。何にも買ってこなかったの？それがさ、すっげえ話聞いちまったんだって。幸せの石？うん、金色に輝く魔法の石でな、持つ者に幸福をもたらすと言われておる。大昔、女神様がこの大陸をお作りになったのは知っておるかな。その時の女神様のお力は小さな光の粒となって、あまねく大地に降り注ぎ、それらは神々しく光り輝いたのじゃ。やがて光は消えてしまったがの、高い山々の霞の向こうにはわずかに残った光の粒もあったという。そしてそれらは空の見そばで長い年月をかけ、少しずつ少しずつ成長した。うん、それが幸せの石なのじゃよ。すげえそうじゃろそうじゃろ。しかもこの石、滅多なことで見つかるものではない。何せ深い山奥の高い高いところで成長する不思議な石じゃからな。
それでオニールさんはその虚構の冒険で見つけたのかよ。うん、もちろんじゃよ。霊峰テイギスは雪と氷に閉ざされた、それはもう険しい山じゃ。目もくらむ断崖絶壁、氷粒手を叩きつける吹雪、いつしか食料も底をつき、わしは白い砂漠をさまよった。ある時は見たこともない魔獣に襲われ、またある時は命綱が切れ、青や谷底へ真っ逆さまというところじゃったわ。しかしこんなところでくたばるキャプテンオニールではないぞい。カミソリのような氷壁にこうがっしりしがみついてじゃな。くーかっこいいぜ。いついかなる時も決して諦めてはいかんぞ。この不屈の男、キャプテンオニールのようにな。そう、わしはあまたの試練を乗り越え、そしてついに見つけたのじゃ。ほのかな光を放つその石をな。わしは震える手でそれを手にした。すると不思議なことに、あれほど荒れ狂っておった風がピタリと止まったのじゃよ。そして雲の切れ間から朝日が差す。その石は光を受け、キラキラと輝き始めてな。それはそれはこの世のものとは思えん美しさじゃった。幸せの石、キラキラの魔法の石なんて憧れちゃうな。オニールさんって本当にお話が上手よね。僕すっごく感動しちゃったよ。よし、行くぜダニエル。俺たちで幸せの石を探し出すんだ。ちょっとクラム、どこ行くのよ。決まってんだろ、この辺りの高い山といえばクローネ連峰じゃん。クローゼ姉ちゃんもリベールで一番高いって言ってたし、あの山になら幸せの石があるかもしれないぜ。いや、きっと探し出してやる。なんせ俺たちは不屈の男だからな。あのね、クラム、気持ちはよーくわかるんだけど、オニールさんの話は。マリーとポーリーはここで待ってろって。行くぜダニエル。あ、クラム、待ってよクラムちゃん、僕も不屈の男なの。マリー、誕生日プレゼントの話は先生には内緒なんだからな。バレないように気をつけろよ。分かってるわよ、そんなこと。それよりね、クラム、オニールさんの話はね。話聞きなさいよ。はぁ、まったく、クラムったらバカよね。オニールさんのお話は作り話なんだってば。確かにちょっと聖典のお話も入ってたけどね、本当の話じゃないんだから。だから幸せの石なんて探したって見つかるわけないの。でも幸せの石か、素敵な響きよね。マリーちゃん、マリーちゃん？いないの？あ、ポーリー！びっくりした。脅かさないでよね。クラムちゃんたち行っちゃったの。まだプレゼントのこと決めてないのに。ポ
リー、意外と冷静ね。なかなか感動的なお話だったと思うんだけど。あれ？ポーリーってば、ほんとボケーっとしてるわね。やっぱり私がしっかりしなくっちゃ。クラムたちはほっときましょ。どうせ言うこと聞かないんだから。お誕生日のプレゼントは私たちで考えないとダメね。何がいいかな。ポーリー、浜辺に行ってみよっか。いつもの浜辺で綺麗な貝殻を集めたらどうかな。たくさんつなげればネックレスになるわ。素敵なプレゼントよね。よーし、浜辺に行ってみましょ。了解なの。あ、綺麗なピンク色。でも割れちゃってる。惜しいな。手触りはなかなかだけど、色がいまいちね。もっと明るい色がいいんだけど。これって宝箱なの。開けてみよっか。ドキドキ。かわいい。ゴミしか落ちてない。タバコの吸い殻なんか捨てちゃってダメね、大人って。この辺りには良さそうなものはないみたい。幸せの石なんて落ちてるわけないわよね。やっぱりダメか。いいアイデアだと思ったのに。幸せの石、本当にあったら先生にプレゼントしてあげるのに。マリーちゃん、何考えてるの？やっぱりあの石のこと？ねえポーリー、幸せの石って本当にあると思う？マリーちゃんは幸せが欲しいの？そうじゃなくって、本当にあったら素敵じゃない？幸せはどこにでもあるの。マリーちゃん、あれは？なんだろう、何か光ってるみたい。金の鎖か。確かにロマンチックではあるけど、鎖だけだもん。これじゃあプレゼントにならないわね。はい、ポーリー、これはポーリーが見つけたんだから、プレゼントにならなくっても素敵なものには違いないわ。大事にするのよ。そうする。よ、孤児院のとこの子じゃないか。浜辺で遊んでるのかい？はい、少し貝殻を集めてたんです。そうか、遊ぶのは構わないが魔獣には気をつけろよ。はい、大丈夫です。今日はいないみたいだし。ルシアちゃんはお使いなの？うん、そうなの。ほら、今日からマノリア村のバザーでしょ。だからルーアまでお知らせの張り紙を出しに行ってたんだ。あ、そっか、バザーって今日からよね。ポーリー楽しみにしてたの。うん、とっても楽しいだから。二人ともよかったら見に来てね。
ほら、早く早く。おい、引っ張るなって。あの男の人、確か以前助けてくれた遊撃士さんよね。あれ、名前が思い出せない。カルナさんとアネラスさんとクルツさんと、マリーちゃん、マリーちゃんってば。なに、ポーリー。ポーリー、バザー行きたいの。バザー？ あ、マノリア村のバザーね。プレゼントにいいものがあるかもしれないし。そうね、ちょっと見に行ってみよっか。そうするの。ポーリー、一人で勝手に行っちゃダメだってば。ほら、一緒に行こう。どうかしたかい？あ、思い出した！ブラックさんだ！グラッツです。みんな、名前覚えてね。あ、来てくれたんだ！だって楽しそうなんだもん！うん、絶対楽しいよ！ルシアの保証付き！ね、ルシアちゃん、バザーってどこでやってるの？あのね、風車小屋でやってるよ。二人とも張り切ってお買い物してきてね。そうな雰囲気だけど、幸せの石みたいなのはないみたい。やあ、何か探し物かい？ちょっと聞いてみようかな。あの幸せの石ってあると思いますか？え、持っている人を幸せにしてくれる石なんですけど。それはちょっと知らないな。そうですよね。どうもすみませんでした。そういえばクローネ連邦の不思議な話なら聞いたことがあるよ。とっても神秘的な話なんだけど、聞くかい？親父から聞いた古い話なんだけどね、ちょうど今頃の季節かな、年に一度だけクローネの山々が突然金色に輝くことがあるんだ。偶然その時期に山を訪れた人は何か不思議な体験をするらしい。そしてその後とても幸せになれるそうだよ。山とかって不思議な力を持ってるみたい。これは
事よ。ねえマリーちゃん、もしかしたらクローネ連邦には本当に幸せの石があるのかも。それなら辻褄が合うよね。マリーちゃん、また聞いてないの？ちょっとだけ見に行こっか。ね、ポーリー、マリーちゃん、さっきねクラムちゃんとダニエルちゃんが来てたよ。え？クローネ山道に行くって言ってね、お買い物してね、準備万端って言ってたの。それ本当？全然気づかなかった。マリーちゃん、最近ぼーっとしてるの。もうクラムったら、マノリア村より遠くはダメっていつも先生に言われてるのに。マリーちゃんもクローネ山道行こうとしてたの。先生のお誕生日プレゼントを探すためなんだから、ちょっとだけならいいのよ。それにあの二人も連れ戻さなきゃいけないし、ついでにね。先生には内緒なの？そう、絶対内緒よ。お誕生日なんだもん。さあ行きましょう。ポーリー、はぐれちゃダメよ。ねえポーリー、幸せの石ってどんなのかな？やっぱりオニールさんの話みたいに金色でキラキラしてるのかな？はあ、きっと綺麗な石よね。ほう、別にオニールさんのお話を信じてるわけじゃないのよ。ただ先生へのプレゼントにはぴったりじゃないかなって。あれ、ポーリー？もしかして迷子？ポーリー、ポーリー、どこ行っちゃったの？ポーリー、ポーリー、もうはぐれないでって言ったのに。ポーリー、どこ行っちゃったんだろう。しょうがないな。ポーリー、出てきなさい。ポーリー。やっぱり見つからない。私が浮かれてたせいだ。いつもは目を離したりしないのに。あれ、こっちでいいのかな。どっちから来たんだっけ。幸せの石なんて話を信じちゃって、ポーリーを遠くまで連れ出したりしちゃって、全部
私のせいだ。全部、私が悪いんだ。魔獣に襲われちゃったりしたら、早く探さないと。ポーリー、ポーリー、ポーリー、どこ？お願い、出てきて。冷えるっすね。やっぱ二度寝するっすかね。あなたは？声？脅かさないでくださいっすよ。心臓が止まるかと思ったっす。なんすか？オイラの顔に何かついてるっすか？変なの。笑いすぎっすよ。あなた、こんなところで何してるの？オイラっすか？何かいろいろあったみたいなんで隠れてたんすよ。いろいろって何？グロリアスとかオーリオールとか聞いてないんすか？よくわかんないや。まだ子供なんだ。そうなんす。まだ320歳くらいっす。何それ？別に普通っすよ、普通。そうなの？なんだかおかしい気がするんだけど。それよりお腹空いたっすね。どこかにタンポポとか咲いてないっすか？あなた、タンポポが好きなの？ひまわりとかも好きっす。太陽の味がするんすよ。あ、そうだ。じゃーん、マリー特製サンドイッチ。タンポポもひまわりも入ってないけど、お庭で採れた菜の花を使ってるのよ。きっと太陽の味がするわ。はい、お口を開けて。おいしい？うまいっす。それ私が作ったのよ。すごいでしょ。すごいっす。お見それしたっす。もう一個欲しいっす。
もう一個？私の分がなくなっちゃうよ。じゃあ半分欲しいっす。まあいいか。はい、半分。よ、一人じゃ危ないっす。ぎゅー、どう、元気出た？くすぐったい。それにふわふわでいい匂い。あれ、この匂いなんだか知ってるような気がするんだけど。薪は一緒に探すっす。その方があったかいっす。うん、そうしましょう。これでよしっと。あ、火はどうしよう。大丈夫っす、少し下がっててくださいっす。あ、すごい、火が吹けちゃうんだ。練習すれば誰でもできるっすよ。嘘だ。嘘じゃないっすよ、オイラも最近できるようになったんすから。そうなの？私にもできるかな。320年練習したらできるっす。そんなの無理だよ。ただ、それにこの匂い、やっぱり知ってるよね。なんだろう。あったかい。いない。終わっちゃったんだ。帰ろう。
は飛べるの？まあ子供っすから。子供だと飛べるの？大人になるといろいろ面倒になっちゃうんすよ。なんつうかそんな感じっすか。わかんないよおい、大丈夫か？しっかりするんだ。お、よかった。目を覚ましたな。マリーちゃん、大丈夫？あれで？あのヘンテコな魔獣は？魔獣？魔獣に襲われたのかい？そうじゃなくて、魔獣なんていなかったの。おかしいな。今の夢だったのかな。マリー、マリーちゃん。マリー大丈夫か？うん、全然平気。全然平気じゃねえだろ。俺、みんなを守るってクローゼ姉ちゃんやヨシオ兄ちゃんと約束したんだからな。もしマリーに何かあったら、俺クロム？だいたいお前いつも一人で無理しすぎなんだって。先生の誕生日プレゼントは俺たち全員で探してたんだからな。勝手に危ないことすんじゃねえよ。そうだよマリーちゃん、僕らもすっごく心配したんだから、あんまり危ないことしないでよ。みんなで探してたの。マリーちゃんいなくなっちゃうんだもん。ダニエル、ポーリー、ごめんね。みんなありがとう。そんなんじゃねえって。ただプレゼントを探すついでに、そのあのね、クラムちゃんね、オニールさんのお店で飾り付けを買ってくるの忘れちゃったでしょ。だから先にバザーでお買い物してお誕生日の準備をしてたんだ。俺がやらないとマリーちゃんが困るからって。こら、ダニエル、バラすんじゃねえ。それからクローネサンドに行ったんだけどね。痛いよクラムちゃん。なんでかな、私今すごく嬉しい夢を見た気がする。とっても温かい夢。マリー、やっぱり具合悪いんじゃねえの？大丈夫か？めまいがするとか。あ、平気です。ちょっといろいろあったから。そっか、よし帰るぞ。でも僕らまだプレゼント見つけてないよ。何言ってんだ、みんな探し回ってクタクタだろ。ここにお疲れのお嬢さんもいることだしな。私なら。いんや、俺が送ってってやるから、今日のところはおとなしく帰ってゆっくり休みな。無理して病気でもしたら先生が悲しむぞ。プレゼント探しなら明日手伝ってやるからよ。わーい、本当ですか？お兄さん、冴えない顔してなかなかやるの。冴えない顔は余計だっての。
こいつは。マリーちゃん、それってもしかして、すっげえ幸せの石なの。うん、きっとそうだよね。クラムはもしかしてと言って古いペンダントを取り出しました。マノリア村のバザーで偶然見つけたのだそうです。クラムと仲間たちに後押しされ、ペンダントに幸せの石をはめ込んでみます。ぴったりです。まるであつらえてあったみたい。ポーリーの金の鎖を通してみると、これもちょうどいい長さです。最後にダニエルが大事に持っていた綺麗な小箱と包み紙でラッピングして、最高のプレゼントが出来上がりました。あれ、あの魔獣と同じ匂いがする。幸せの石をあげたからかな。マリー、そうか、わかった。温かい幸せの匂いだ。